タオルが完成しました。よーい、きた。はい、ということでタオルこちら、じゃじゃーん。いや、かっこいい、かっちょいい。ということで概要欄に貼ってあるので、ぜひ皆さんチェックお願いします。お願いします。怯えてますね、皆さん。何すんのよ、マジで。うわどうも、その名の通りだよ。本日の企画、ハンマーでどれだけの威力で殴ったら血が出るのか。バカなんですか。いいねー。待って待って、さすがユースが、なんとです、今回末端価格50万円のダイヤのリングを、え、経費で買わせていただきました。何やってんの。え、50万。俺らもそろそろね、30万人突破ということで。おお、そうよ。自分たちの器のデカさを測らなきゃいけないなと。はあ、スケールでかくなきゃいけないもん。だから今回ダイヤルリング目つぶってバコンやって、チキンレース、どれが一番近くまで行ける、誰が次のリーダーか。何それ、リーダー決めんの。リーダー、そう、これ決まんの。一番根性あるやつがもうリーダーなんじゃないかな。どういうこと。俺に勝てるわけないと思ってるから。あ、器のデカさで負けるわけない。俺に勝てるもんなら絶対ちょうど来いよっていう、ぶち壊したらでも自分自腹になる。ああ、そういうことだから、チキンレースがギリギリを極めなきゃいけない。先にこちらに見せます。見たい見たい。こちらです。やったら自腹なのね。ほら、50万って、50万っていくね。手が震え、ガチやん。これが、これ50万。これ、宝石店知り合いがいて、その人が10万円で売ってくれたんだけど、これイギリスに売ると末端価格で50万。日本とあっちで価格が、評価が違う。価値格で買ったんだから、一応売らなきゃいけない。この後売るんだよ。ああ、そう。その前に、チキンレースにヤバいゲストをお呼びしました。ゲスト、どうぞ。あれ、ゲストいんの。うわ、あわ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 あ、やめてよ、お前、やばいよ。殺したらお前もう3万払わせる。そうそうそう、3万だよ。やばいよ、ペーチャルね。ほらほらほら、すぐ戻さないと。そう、落としたら3万のやつを今からこれ。あーあー、すごい、すごい、お前が、お前が一番のリーダーだ。ちょっと売ろうよ、売るから壊せないでほしい。で、負けた人、自腹でこれもう一個買ってもらいます。あー、え、10万だろ。じゃあこれでも買うのは高いけど、売れれば利益は。あ、そうか、自分の実質罰ゲームなのかよくわからない。じゃあサボさんからいきましょう。うわー、サボさんからか。でも壊したらもう終わりですからね。まあまあまあ、ゲームどこにあるかわかんないからね。え、もう後ろだよ。これやばくない。マジで置いたやつが悪い。どこかわかんない。置いたやつが悪いよ。そしたら目隠ししよう。どこら辺だと思いますか。ここら辺じゃないですか。もうちょっと左行った方がいい。これはその考えはね。え、もうこっからもう叩いちゃっていいのか。ある程度の力で壊れるから、こんぐらい。うわ、あ、結構いけない。これやばいよ。今ちょっと跳ねてたの。スタート。迷ってもしゃあない、こういうのは。いきまーす。うおぉ、はい、今のやばシール1個分です。シール1個分、シール1個分。じゃあこの辺で、ここ、もうちょっと左。あ、そこいいね、そこめちゃくちゃいい。行きましょう。はい。うわぁ、すげえ、リベルダス、リベルダス、リベルダス。うわぁ、うわぁ、やばいやばい。え、やばい、やばい、やばい。マジ怖い。あ、危ない、請求。うわ、これめっちゃ怖いやん。いや、全然、全然チキンだ。チキンだ。もうそこでしかいいんじゃない。全然左です。お願いします。まあ、こういうのはね、チキったらダメだから。ここだ。うわぁ、すげえ、すごい、すげえ、リベルダス、やばい、来た、ノリさん1。予想は1回まで、予想1回まで、予想1回まで、どうぞ。あ、いい、いい、いい、まあまあまあ、あとは直感で右か左か。いきまーす、せーの。あれ、あれ、あー、どうぞ。これだいぶつけてない。やばい、やってよ、お前。パワーボード同点。おー、なんで顔もポイントも似てるんだよ、お前。壊したら美味しい。美味しいです、美味しい。一番なんかやらかしたら美味しい。いやね、なんか壊すじゃん。壊すやん、甘い。壊す。待て、バカ！あー！あー！あー！行きました！バカ！もうバカ！全然チキンかね？こいつやっぱやべ！壊さないですよ！振りじゃないからね。振りじゃないです。振りじゃないから。あー！ちょっとお前バカ！食った食った食った！おー！食った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 ！え、本当に食べた？お前、それやつ。え、食べた？やば、お前バカ！なし！
なんで死んじゃう、飲み込む、なんで飲み込んでないでしょ、まださすがに。あれ、え、何してんの、あれ、あれ、何してんの、何してんの、お前何してんの、え、バカ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 、なんだ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 、え、本当に飲んだの、本当に飲んだの、あ、なんかおかしいっすか、なんかおかしいっすか、なんかおかしいっす、50万円がこんな感じ、え、ってことは優勝っすか、僕、お前を履き違えていい、壊せばよかったスケールちゃう、いや、壊すってなんかもったいないじゃないですか、あとは飲んで、飲んだ方がいいな、こりゃ50万がこの中に入ってる、チキンレースできないしな、じゃあ、キョンさんの指でやりますか、次、おー、俺の指で、いやいやいや、一回やってみよう、一回やってみよう、オープン、オープン、うわうわ、今、ここは、ここはあったよ、ここはあったよ、今日は、この二人と一緒にドッキリをやっていこうと思います、50万円のダイヤのリング飲み込むドッキリドッキリじゃないんだけど、はい、飲み込むのは飲み込むんだけど、はい、50万円っていうのは嘘で本当は2000円くらいしかしないんですけど見た目はもうバチバチなのよ、それを、まあ、今回度胸試しってことで今ハンマーで目隠し一回叩くみたいな、あー、チキンですか、そう、壊れてもいいよみたいな、だから番の時に、はい、リングをこんなもん飲んじゃいますよみたいな感じでバクッといかれたら、あいつは顔青ざめるんじゃないかな、あー、ということでターゲットは恭平、ノリ、ターボ、はい、バカ3人です素晴らしい、やったやった楽しみだね、楽しみだ、はい、ということでドッキリでした、はいはいはい、いや、待て待て、飲んでるやん、飲んでるのは飲んでます、あのダイヤモンド偽物です、おー、実は2000円しかしません、あー、え、2000円飲んでる、ただ50万と思ったらもう、もしお鍋とか飲んだらどんな感動するのかな、いやいや、やばかったよ、どうなると思った、どうなると思った、ほんとこういう人なんだ、あー、ダメなんだ、もうほんとこういうのじゃないんだ、お鍋田さん、ありがとうございました、はい、ありがとう、あ、あの、いつから出たらサメ送るんで、大丈夫、あ、全然全然全然ない、死にそう、途中でここずっと作ってて早く降りろって思って、そこもちょっとらしかったよ、意外と飲めないんだ、我々とヤバい奴らのチャンネル登録お願いします、お願いします、次の動画でお会いしましょう、バイビーバイビーバイビー、あーおぉおぉひたすら夢へと走り続ける、ただがむしゃらに突き進む、もう一度きりの人生を楽しもう。